とことんやり込む。どうも、なおちんです。本日もマイクラダンジョンズやっていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではやっていきましょう。今日はですね、デイリーチャレンジのこっち側ですね、フロストフィヨルドとこれ、薄暗いジャングルの報酬が近接武器になっております。この報酬ってまあ結構高い確率でユニーク装備が出るんですよ。で、俺まだね、近接の、レイピアのユニーク装備入手してないんですよね。ここクリアしてちょっとレイピア入手を試みてみたいと思います。まあ何が出るかわかんないんですけどね。でもこのデイリーの限定のね、装備となるこのレイピアなかなか出ないんですよ。まあ今日はちょっとね、ユニーク品狙っていきたいと思います。では早速やっていきましょう。よし、まずクリアですね。さあ何が出るかな。ジャングルのさらに奥深くの中心部にあるレイピア、レイピア、あ、不滅のナイフ。はい、2周目はどうでしょうか。邪悪なかけらはジャングルのさらに奥深くの中心部にある。まだ旅は始まったばかりだ。ちなみにあれです、難易度を下げて、別のところでやってます。これ一番難易度が低いところですね。武器パワーはまあ鍛冶屋に出せば問題ないのでこれで回ってます。どうだ、レピア成長するスタッフ。よし、3周目何が出るでしょうか。邪悪なかけらはジャングルはこれで終わりですね。あとはフロストフィヨルドだけになります。さあ、ジャングル3周目はなんだ。ここで出てきてくれれば嬉しい。ここでレイピアがねポロッと落ちてくれれば嬉しいんだけども、なんだ、来て、ガントレットノーマルじゃねえか。はい、フロストフィヨルド1周目出るかな。さっきガントレットだったからね、ノーマルだった。消防、さあ頼む、レイピアのユニーク、名前すら知らない、見たこともない。さあ何が出る、ストームランダーかい。はい、フロストフィヨルド2周目ですね。どうだ、まあ、今回のが一番ランクが低いところですね。まあ、低いやつでもいいから出てくれ。名前すら知らないんで、名前だけ知れればいいんですよ。どうだ、来るか、グレイブ。あー、今ちょっと取れてなかった。取れてなかったんですけども、最後のね、イリュージョナーから出た。凍てつく金属片。出ましたね。ようやく出てくれた。よかった。まあ、今日のね、目標は、達成ですね、とりあえず。まあ、クリアしまして、宝箱から何が出るのか、まあ、それだけ、最後ね、見てみましょう。いやー、よかった。よかった。計6周ですよ。6周で、いけたね。入手できた。これはだいぶラッキーだったと思うんですけどね。おー、凍てつく金属片か。そういう名前だったのね。はい、ということで今日はですね、デイリーミッション、6周回ってみました。クリア報酬でね、入手しようと思ったら、まさかのボスからドロップしました。凍てつく金属片ですね。まあちょっと次回使ってみようと思います。はい、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。